この動画には以下のことが含まれます。こんにちは、白黒です。ということで早速追加されたレベル14やってくよ。1日で解禁できたんだな。コースモードで10マスチケット貯めまくってるから、3時間ぐらいで解禁できたよ。でもそろそろ腰が限界。さすがに1日で解禁するのはきつかったかもな。てか何気にレベル14を初見でやるの初めてかも。ここの音一瞬雨前に聞こえる。まあ序盤はまだ暴れてないから、前座3曲について少し触れるよ。感想はざっくりこんな感じです。どの曲も難しさと斬新さがありつつも楽しい譜面でした。ちなみに初見スコアはこんな感じでした。ハードコアは13クラスの中では SSS がしやすい方かな。ここブラックロータス。この曲のコンポーザー、正体が謎だけどブラックロータスに似ているということで、わし説が浮上してるな。あ、確かに似てるかも。でしれっと5点を枯れててきた。記念制作者の顔で5点を打てそう。でも最近5点を蹴るようになってきたから、ちょっと楽しいかも。そんなお前に朗報。この曲、この後5点たくさん出てくるぜ。いやさすがにたくさんを枯れると2人枯れちゃうけど、まあ主の華麗な5点を見せる絶好のチャンスだと捉えておくよ。この自信はどこから？まあ楽しみにしてるぜ。いや早速こすってんじゃねえか。繋がればいいんだよ。てか今の5点対象階段、見た目はすごくシンプルなのにすごい難しいんだよな。見た目が綺麗な配置ほど難しいっちに、ただのトリルとかまさにこれの代表例。あんなにくっそシンプルな配置なのに、なんであんなに精度取れないんだろう。いやこんなん5点は、いや AJ 追加してたぞ。なんで AJ 追加できたし、てか曲半分過ぎたけどアタック2のミスレーじゃん。もしかして SSS 狙えちゃう？レベル14はそんなに甘くないぜ。いやでもこの辺とかレベル13ぐらいにありそうな配置だし、ワンチャンあるかも。それにしてもこの譜面、現時点ではめちゃくちゃ楽しい。こういう程よい右押し譜面って、音ゲーしていることをすごい実感できて楽しい。まあそんなこと言ってられるのもここまでだけどな。なんすかこれ、これはワールドエンドの超譜面ですか。現実逃避するな、通常譜面のマスターレベル14だぜ。あ、ちなみに譜面整数は 14.0 だぜ。嘘をつかないでください、こんなん嘘ついても仕方ないだろ。いやここら辺マジでわからん。いや虫の声がかすかに聞こえてきた。あんな超譜面みたいなの流れてきたら誰だって声出る。ここの重なってる階段が地味にうざい。こすった方が無難だな。あとここのスライドがなんか難しい。返ったら譜面確認した方がいいな。曲はそろそろ終わりかな。いやー難しかった。いやなんか真ん中にゴミが降ってきたんだが。なにこれ、マジで見えないんですが。なにこれ、最後で一気に持っていかれました。言わせてもらおう。お前の就職先はレベル14じゃなくてワールドエンドの超譜面だ。この譜面を簡単に説明すると、序盤は13、途中から13プラス14、最後に超って感じです。曲はとても良かったです。今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。